写真拡大12年前、同じく日曜劇場のドラマ華麗なる一族で共演した2人ですが、敵対する役柄だったため撮影中は意識してほとんど会話をしなかったそうです。そのため今回木村さんと鈴木さんの再共演には当初現場に緊張感が漂っていました。 TBS 関係者主演ドラマグランメゾン東京 TBS 系が始まった木村拓哉46、令和初の連ドラ主演は自身初のシェフ役で、鈴木京香51扮する女性シェフと2人三脚で三つ星を目指すストーリーだ。8月のフランスロケでは木村さんは当初フランス語のセリフに苦戦していましたが、ロケ後半にはアドリブや冗談も飛び出すほどフランス語が上達し、周囲を驚かせていました。制作関係者かつで共演した話題作華麗なる一族では、木村演じる主人公が憎む父の愛人役を熱演したのが鈴木だった。当時鈴木さんはどんな表情や言い回しをすれば主人公を怒らせることができるのか毎回考えて演技していたそうです。本番ではお互い感情が向き出しになる一幕、現場は常に張り詰めていました。撮影後木村さんが本当に殴りかかりそうになると漏らすほどでした。前出 TBS 関係者、実際木村はラジオ番組でも華麗なる一族でのお互いの立ち位置は非常に近寄りがたく、現場で明るくおはようございますと挨拶しづらい役柄だったと明かしている。今作の現場には当時を知るスタッフもいたため、12年前の緊迫場面が再び思い出されたというのだ。今回は敵対関係とは侵略の同じ夢をつい鵜同士ということで、木村さんは顔合わせの時今回はゆっくり話せますねと自ら鈴木さんに歩み寄ったそうで、鈴木さんも今回は近寄りがたい感じじゃなくてよかったと互い笑い合っていましたね。そんな二人の様子を見て現場も安堵して一気に和やかになりました。フランスロケでは二人はスタッフらと夕食をともにし、12年前の思い出話や今作の演技プランを出し合ったりしたそうです。空き時間には2人とも愛犬家という同じ趣味からワンちゃん談義に花を咲かせているようです。前出制作関係者、さらに2人はドラマで料理監修を担う都内の3つ星レストランを推しの美訪問したそう。木村さんが音頭を取って鈴木さん共演の差は村和樹さん及川光博さんの4人で訪れたといいます。木村さんは鈴木さんを今や清川姉さうと呼んで慕っています。夏の野外ロケで蚊が多かった時は清川姉さんのために虫よけスプレーをとスタッフにお願いしたりと、座長として清川さんに対して常に気遣いをしています。現場スタッフ木村と鈴木の12年越しの評価でドラマのチームワークも3つ星のよ